ライヤとは？ヘルメットカムの送信が途絶えた。18時間も連絡がなく、セットデフからの要求もない。セットデフは要求などしません。こちらの領域に旗を立て、3人を処刑し、パイロットも撃ち落とされた。私たちは秘密兵器を確保するために派遣された。あそこは秘密の施設です。なぜセットデフはあの空域に？アコードの許可によりあらゆる国家が出入りすることを。さあ、あの目標には全攻撃部隊が必要でした。レイエス少佐、このオフィスでは交渉術を駆使してくれ。イエスさ、他に誰がこれを？今は戦略空軍と君だけ。これは意図的な侵略です。こんなところで紙吹雪を撒いてないでパトロールすべきです。こうした状況下での行動は交戦規定に反する。では武器を置いて黙ってパレードを傍観しているとでも？レイエス少佐、誤解するな。君と同様に我々も直感では戦うべきだと分かっているんだ。ではなぜ？彼らは政治家なんだ。国の支えとなる旗でさえ彼らはそれで尻拭いする。そういう人間にとって攻撃は予想外の結果を引き起こす。戦争でもない限り戦士に出番はない。戦争になったら手遅れです。航空学校でしつこく叩き込んでくれたでしょう。問題に取り組め、分かったなって。よく覚えているな。ストラットコムも分かっている。現在戦略レベルで武力の不行使が検討されている。これは戦時法なんだ。よく分かりました。さあ、艦隊長、 E3N が着きました。ありがとう。E3N とは？自分で見てみろ、きっと感心するぞ。ではな。何人だ？4人、戦士だ。エウロパか？すでにフロントがいた。全チームをやられ略奪された。クソッタレガン、この艦隊の連中はおかしい。ジャッカルで偵察すべきだ。艦隊長は反対してない。アルダーはこれを？ネガティブ。今日のリトリビューションはただのパレードの代車だ。このジュネーブにいる艦隊は何かおかしい。毎年のことだろう。まあ楽しむとしよう。お先にどうぞ。どうもスリック、来いよ。観光ルートで行こう。こんなリストはごめんだな。死者よ安らかに。さあフリートウィークだ。1日降りただけだろう。それと黒い空の方がいい。童顔だ。レインズは E3N と言っていた。聞いたことは？ネガティブ。レイマンは階級章の下にあらゆる秘策を隠し持って。レインズも俺たちとセレモニーに行くんだ。その名前で呼ぶのはやめておけ。ああ、本人の前ではな。どいてくれ。こちらです、少佐。急いでよかった、遅れずに済んだ。群衆がこんなものに夢中になるとはな。宣伝活動だよ、プロパガンダだろ。それと4人失ってるのにパーティーとはな。私たちにできることはない。もっとリラックスしろ、レイエス。命令だ。俺に命令はできない。同じ階級なんだからな。
リーです、少佐。なんだこいつは。 E3N だろ。イエスさ、私は一等兵装 E3N、 エンハンスドタクティカルヒューマノイドです。言いにくいな。確かに。 E さんとお呼びを。お前の任務は。キャプテンアルダーを支えています。戦闘用か。十分に。殺し屋です。なるほど、かなりやってくれそうだな。あまり褒めないでください。置いてくれ。ようこそ艦隊長。まあ自己紹介も済んだな。出発しよう。E3 プロジェクトは極秘だったんですか。アルダーも知ってた。第一部隊を。最高だぞ。今日のセレモニーで公開する。私上がり症なんです。感情があるのか。ありますよ少佐。農夫の脳を持ってるんです。嘘だろ、本当か。冗談ですよ。やられたな。